後半はですね、機能要件に関する発注者と会社の合意形成を目指してということで、ちょっとタイトルからあるいはそのコンテンツが機能要件の合意形成ガイドっていうんですけども、IPA の中でも勘違いする人がいて、このガイドっていうのは要件定義のためのガイドラインと思っている方がいるんですけども、そうじゃなくて要件定義後に、外部設計っていうんですかね、その工程に次の工程に入るための、要件定義の内容をどう利用するかとか、その後の要件定義の中身をどうドキュメント化してするかとか、それをレビューしていくかっていう話なんで、次の工程なんですよね。その時のノウハウです。ガイドと言いながらですね、後でも言いますが、そうこういうふうに書きなさいっていうんじゃなくて、ノウハウ集のノウハウ集になってて、あまりちょっと体系的ではないっていうことをちょっとご了承いただきたいと思います。じゃあまずこのガイドっていうコンテンツのですね、なぜ作られたかというやつですね。先ほどのインフラシステム基盤の話をしましたが、こちら逆に、機能要件の方でアプリケーションとか業務の方のお話です。で、よく言われるのは情報システム作っても、6割の機能は使われてないとか、実際の利用者から不満があるとか、満足感がなかなかないとかいう話があるんですが、それはなぜかというとですね、やっぱし上流工程でのこの設計品質の問題、特にコミュニケーション、さっきの機能要件も合意形成なんですけども、これもやっぱし合意形成、書かれてない内容がうまく相手に伝わってないということに起因することです。なんていうんですかね、日本ではやっぱしドキュメントで情報を渡すっていうやり方で、いわゆるウォーターフォールでやると。で、特に、要件定義と外部設計の間に、ギャップがあるっていうか、人が変わるっていう話があります。で、そこら辺を要件定義とシステム、これ外部設計ですけど、これのとこに後で示しますけども、人が変わったり組織が変わったりしてコミュニケーションミスが起きる。そこをなんと改善したいということですね。で、そこがミスだって分かるのがこういう右側のテスト工程、検証工程と言われているとこで、ここら辺の後工程になればなるほどその修正コストというのは非常に高くなるよということが一般的に言われています。なるべく合意形成はしっかりやるんですが、その間違いを早めに、見つけるほどコストが低く済むということです。これは段階的に業務をどうやってシステム要件として落としていって、アーキテクチャとかソフトウェア要件として使っていくかというお話ですけども、ここら辺もいろんなステークホルダーがあって要件をまとめるのは大変だということでございます。ここら辺は皆さんも分かると思います。で、昔は簡単でしたけども、このユーザーとベンダーっていう話があったんですが、ユーザーの中でも情報室担当、企画担当、経営層、あるいは実際のシステム運用している人、あるいは社外の監督官庁だとか取引先だとか、そういうのからの要求もちゃんと伝えなきゃダメだし、そこら辺が意外と要件定義書なんかにも漏れている場合がある。あるいは開発者の方も、自分だけじゃなくて協力会社のソフトハウスさんとか、最近ではそれが海外にいたりして、なかなかコミュニケーションを取るっていうのは難しくなってきているということです。で、これがそうですね、言いたかったさっきの V 字型でじゃないんですけども、その発注者と開発者という関係性、組織論に着目するとですね、要件定義工程から先は開発者に基本的に渡すことが多いです。要件定義からもう会社というか第三者に頼んでやってもらうっていうのもあるんですけども、経済産業省のモデル契約書っていうのがあって、基本的にはここら辺までは準委任でやりましょうと。でそれから以降は、準委任でもいいし一括発注でもいいですよっていうことで、ここで切れることがよくあります、要件的なと。で場合によってもっと段階的に切って、外部設計終わってから再度もう一遍契約し直すっていうのもあります。でも基本的に外部設計とそれ以降っていうのは基本的に開発側のベンダーさんがやると。でも要件定義はユーザー発注者側の責任でやることになってます。でその時に設計書の要件定義書の内容を読み違ってなんか別のものを作っちゃったり欠落したりすることがあります。組織違う、やること知ってる人が違うから思いがなかなか伝わらないということがあります。ここを何とかしたいというのがこのガイド、機能要件の合意形成ガイドの目的です。でこれもですね、いくつかのベンダーさん9社ですねが集まって発注者ビュー検討会というのを2006年頃から開始して、市販本としても日経 BP 社から失敗しない外部設計ってもう販売してないかもしれないけどそういう書籍も出てます。で発注者ビューガイドラインと当初言ってたのがちょっとドキュメント名があって、機能要件の合意形成ガイドとしていろいろ拡充して改訂もされて現在に至っている状況です。ちょっと2010年以降はもうエンハンスは止まってますけども、そういう状況になっています。さっき言ったコツっていうのが集大成になっているという話で、当初は187しかなかったんですが、今は最終版は278のコツからなっています。これもさっき言ったようにちょっとこれを印刷すると278を解説したドキュメントをやるとですね500ページぐらいになるんで、ちょっと紙媒体では難しいんで DVD 論文で皆さんにお渡ししてるって、これもインターネット IPA のウェブサイトからも公開されてます。じゃあこのガイドの中身です。で先ほども言ったように要件定義した内容がうまく受注者側に会社側に伝わってなくて、外部設計書という次の工程の成果物がうまく作れないという問題をどうやって改善するかということになってまして、だから発注者と受注者の間の認識の齟齬を複数、それこそ合意形成ですね、それと、先ほどの非機能じゃなくて今回は機能よりですね、機能要件動作しようとかそういったものの合意形成になります。で278のコツっていうのが、いろんな21234 5ここも6つの領域に分かれてます。先ほども6つでしたけど、じゃあどういうコツかっていうと、やっぱ発注者と会社の認識の齟齬を防ぐためのノウハウとしてなってます。でこういう場合にこういうふうにしたらこういう効果があるよっていうコツの集まったもので278あります。で基本的にはこのもともと作ったベンダーさんとか、あるいはその IPA に来てからユーザーさん企業も入ってやってるんで、そういったの現場からの事例から生まれてます。はい、で言ったようにこういう目的でこういうことをやればこういうメリットがあるっていうことがはっきりしているものになってます。コツのやり方です。ただコツを説明するためにドキュメントどういうふうに書くかとか、どういうふうにレビューするかとかいうためにはどういう工程成果物を作るかとかいう言葉の対象のちょっと仮想的っていうかものを考えます。成果物の名称じゃないですよ。一般論としてのこういうものを作るんですね。それをこういうふうに作りましょう、こういうふうにレビューしましょうっていう話。あとその合意の成熟とレベルとか4つの作業っていう言葉でちょっと説明してます、このガイドは。あと一番最後にちょっとエクスキューズみたいに書いてますけども、コツの集大成なんでこのコツはまあこういう場合こういうことやったらこういう効果があったよっていうんですけど、どんな場合でもそういう効果があるという場合じゃないかもしれない。あるいは別のやり方やったらもっと効果がいいかもしれませんが、ちょっとそこまでは我々としてはその事例のサンプル、コツの集大成なんで、そうではない場合もうまくいかない場合もあるんで、それは皆さんにこれは選択して使ってくださいというお願いです。じゃあどういうコツがあるかという、さっき6つと言いました。こういう画面を設計する、レビューするためのコツ、あるいはシステム振る舞い、これはいわゆるなんだっけ、手続き手順とかはフローですね、プロセスとか言って、それをどう書けばいいか、あとデータモデルですね、お使い方、あと帳票設計開発のやり方、あとバッジ処理、あと外部インターフェースですね、いろんなシステムとのインターフェースをどうやってこう設計書としてまとめるかっていう、あるいはレビューするかのコツです。こういった6つの技術領域に対しての分類されたコツになっています。あとですね、そのコツを説明すると、何かを作るわけ、設計書を作るわけなんですが、まあ、設計書は抽象的に言うと一つで名称で言うと外部設計書です。ただし、もうちょっと細分、要素ごとに、分けてまして、画面レイアウトの設計、あるいは画面入出力項目の一覧とか、画面アクション明細とか、そういった各さっきの技術6つの、技術分野に対してそれぞれの工程成果物、どういうドキュメントを書くかというのを決めてます。これはドキュメントの名前での一部で、ドキュメントの一部で、設計書の一部で、資料の一部であったり、資料そのものの名称だったりするので、それは皆さんがどういう体系でそのドキュメントを作るかによるんですけど、一般的なこんなものを作るでしょ、ドキュメントの中に作るでしょっていう意味ですから、ドキュメント名ではないっていうのをご理解いただきたいと思います。じゃあ6つの技術分野ごとにどういう工程成果物を作るかということをご紹介します。システム振る舞い編、いわゆる業務プロセスを記述するときには、システム化業務フロー、あとそれぞれの項目のシステム化業務説明と、あとシステム化業務の一覧表ですね。あと4つ目が、このドキュメントを書くための、例えば記号とか何とか共通ルールですね、まあ、汎用判例とかそういうものからなってるはずです。画面編だとどっちからいけばいいかな、画面一覧があって、それの遷移図があって、各画面のアクション明細があったり、画面レイアウトの最初かな、でなんかボタンを押したらこういうことをやるんだよっていうのアクション明細があって、でそれの画面の入出力項目の一覧が画面ごとにあって、あと共通ルール、この画面系の書き方のドキュメントの共通ルールがあります。あとデータモデルですね、 ER 図、エンティティリレーション図と言いますが、これの図とエンティティ一覧、あと重なってエンティティの定義、それぞれの、あとクラッド図ってご存知ですか？データがクラッドのある英字の頭文字を取ったクリエイト、レファー、アップデート、デリートっていうんですか、データがいつ作られて、いつ参照されて、いつ更新されて、いつ削除されるかっていうのをその処理と業務とのマトリックスで書いたものです。あとデータ辞書とか項目定義とか行動一覧とかいったような、まあその他のデータ処理に関する一般論。あと外部インターフェース線ではですね、まずは全体を俯瞰する外部システム関連図というのがありますね。あとインターフェース一覧があって、それぞれの項目一覧があって、それぞれインターフェースの処理の説明、こういうドキュメント、4つのドキュメンあとバッチ編ですね。バッチ編はここに4つあります。バッチ処理一覧とそれぞれのバッチのフロー、処理フローと、バッチ処理のそれぞれ何するかの定義、あと共通ルールですね。この4つのドキュメントを高定成果物。あと帳票編ですね。これも帳票一覧があって、各帳票の概要があって、帳票の項目一覧があって、帳票のレイアウト図で、帳票の編集定義といった5つの成果物、工程成果物を想定しています。で、あとですね、4つの作業と合意形成、合意の成熟度レベルっていうのをこのガイドでは導入してます。4つの作業ってここに書いてますけども、言い切る、聞き切る、あとそれを図表に書く、で漏れ矛盾をチェックする、これちょっと書いてませんが、これ開発者が内部でグループ内でレビューするっていう意味です。で一緒にレビューするっていうのは、これは発注者と受注者が一緒にレビューするっていう意味です。この4つの作業を、繰り返していきます。1回で説明で終わらなくて、足りないところ、間違ってるところをもっぺん説明したりして、レビュー、また書いてレビューするというようなことを繰り返していきます。それによって合意形成の成熟度レベルが高くなって、これは3段階、仕掛かり中、仕掛かり充実、完成という3つのレベルで説明してます。で、この作業とレベルで、このコツはこういう作業の時にこういうレベルの時にかつこういう成熟とレベルの時に使いますというようなことをまとめてます。さっきの6つの技術分野とこの作業と、成熟とレベル、その3次元でこのコツをまとめてます。ちょっと合意形成成熟度レベルっていうのはちょっとまあ抽象的で幼稚な絵かもしれないけども、仕掛かり充実完成っていうのは、こう太い幹の部分で、充実っていったらもうちょっと太い枝葉をつける、完成っていうのはもう全部生きてるっていう話。作業というのは、言い切るというのは最初にこう比重が高いんですが、だんだん図表に書く作業が増えてきて、漏れ矛盾を内部でレビューして、発注者受注者は一生レビューするっていうのが、これをだんだんこう比率が変わってるんですけど、まあ最後まである程度全部の工程がいくつかは続いていくっていう感じですね。はい。仕掛かりレベルっていうのは主に何するかというと、発注者がこう要件定義書に書かれている内容をちゃんと言い切った、あるいは開発者がじゃあ実際に設計に入るっていうことが過不足なく情報が得られたっていうのを聞き切るためのコツがあります。でこの時に重要なのが、さっきの要件定義、前の工程で完了してなければこの時にちゃんと、足りないことはちゃんとやらなきゃ、後工程までずるずるとこれが曖昧なまま進んで、手戻りが大きくなるということになります。じゃあ言い切った聞き切ったが大体終わったら、図表に書いてレビューということを充実レベルではこのフェーズで繰り返していきます。最後の完成レベルだと、大体設計書とかがだんだん仕上がって。合意形成確認レベルで双方で一緒にレビューできて、成果物が完成直前ぐらいまで進んだレベルが完成レベルといいます。じゃあ言い切る聞き切るはどういうことをやるんだろうっていうと、やっぱりそもそも要件定義の結果をちゃんと伝えましょう、あるいは要件定義書がちゃんと書かれてないと伝えられないんですけど。でそもそも要件だけじゃなくて、大前提となるシステム化の目的とかどの範囲でやるっていうのをちゃんと言いましょうと。あとですね、漏れがあるのは運用時とか保守とか、そういう時のどういう操作とか業務があるかっていうのもちゃんと伝えなきゃダメです。あるいは制約条件があるんだったらこれをちゃんと事前に説明しなきゃダメです。あるいはそのなんだっけ、その業界とか、社内で独特の用語とか、社内では当たり前と思うけども世間一般では違ってたりする用語があったりします。例えば後でも例でいくかもしれない、月末っていうのは何だろうと。うちの会社は20日締め、弊社は昔20日締めだったんですけど、今は本当のカレンダー通りの月末締めになってます。そういうふうに会社によって組織によって言葉の定義が違ったりしますんで、そういうことを相手にちゃんと言わなきゃダメですね。あるいは業界で当たり前ってことも、業界が知ってるというベンダーさんかもしれないけど、一応念のために業界の常識も説明しておいた方がいいかもしれません。で、会社がその図表で設計書に図表に書くわけなんですけど、やっぱり記述の約束して共通ルールをこういうふうに書くよっていうのをちゃんと取り決めて、それも文章化しておいた方がいいですと。はい、あとレビューするですけども、レビューするときにその共通ルール自身にも漏れとか矛盾がないかっていうのをチェックすべきだという話とか、やっぱりそのルールに従って成果物が書かれてるかっていうのもチェックしていきましょう。あと大事なこと、あとのこの実際の事例でご紹介しますけども、レビューするときに成果物、ある特定の成果物のレビューなんですけども、その成果物一つだけをレビューしても、なかなか誤りとか漏れとかいうのをチェックするのは難しいんで、他の成果物も含んでレビューをしましょう。そのレビュー、成果物間の矛盾とか間違いとかも漏れっていうのをこう突き合わせることで分かる、明らかになるということです。ここが非常にコツです。あと最後に、発注者と受注者開発者でこうレビューするときは、なんか想定してこういう条件の処理が漏れてるよとか、そういう前提がなんか必要なやつが漏れてないかちゃんと十分に見ていきましょうというのと、さっきのシステム化の目的とか範囲に照らし合わせて成果物がちゃんと正しくできているか、設計が正しくてもそもそも目的に合ってないような設計だと意味がないわけなので、はい、そういうふうにしてこの4つの作業を繰り返して成熟度が上がっていって、次の工程に進んでいく。じゃあガイドどういうふうな内容になっているかっていうのは3つの章からなってまして、全体の概要ですね。こういうふうにこのドキュメントは書かれてて、今まで説明した工程成果物の定義っていうのもこんなものが説明があります。2章は主に使う図表をどういうふうに成果物として作るかっていうのもサンプルで説明してます。で3章が本論で、実際に具体的なこれごめんなさい、これ6つの6つの技術分野ごとに6分冊からなってて、その構成はみんなこういうことになってるで、最後の3章がコツを紹介してて、4つの作業別に、指定してます。はい、で具体的にこんなドキュメントコツの内容になっています。ちょっとこれ後で言いますね。言っといた方がいいかな。どういう目的に使うコツなんですかっていうのと、どういうことをすることがコツですよっていうのと、あとその成熟度レベルですね、仕掛かり、充実、完成度、あとどういう工程成果物に出してこのコツを使うかっていうのもあって、実際のコツの内容、あと効果っていうのもこのメリットというここに書いてます。こういうコツが200いくつかあるわけです。じゃあ具体的な例として言い切るためのコツの例っていうのはこういうふうに書かれて、仕掛かりのとこ、言い切るだから仕掛かりのとこですね。でバッジ処理とスケジュールの関係を伝えるため、正しく伝えるためはどうしたらいいかっていうと、スケジュールの記述の基準点の表記を標準化しましょうと。基準点を営業部としたやつですね。何かを処理して、何日以内に何かを終わらせなきゃダメとか、何かの処理をしなきゃダメっていうのことがやってますね。例えば出張したらその1ヶ月以内に生産しなさいとか、ね、発注したら請求書をいつまでに出せとか、そういったルールをちゃんと基準点別に書きましょうとかあります。これは図表に書くためのコツですね。実際の業務処理をイメージして分かりやすくするためには、そのプログラミングレベルの用語を使うんじゃなくて、業務用語とかを使って書きましょう。画面遷移図を作るときはそうですね。ここは良くない例なんですけど、なんとかというイベントが発生しましたって書いてます。で右側がまあ適切な例で、入力ボタンを押したときは次のこの画面になりますよ。そういう説明ですね。発注者ってあんまり IT に詳しくない、場合によっては業務部門の人に見てもらう必要があるんで、その方に何とかイベント発生と言われても説明してもわからないんで、何とかボタンを押しましょうとしたらこの画面になりますという説明にして書いた方が、一緒にレビューしてくれます。あとですね、漏れ矛盾をチェックするコツの例ですけども、画面の線が過不足なく記述されるかを確認するためのコツとしては、画面レイアウト図と遷移図と突き合わせて確認したらいいですよ。こっち左側にレイアウト図で右側に遷移図があるんですが、右側で、登録ボタンとログインボタンとあります。でも遷移図ではログイン画面というのがあって、まあ右に行ったら、まあ、ログイン処理やったんだろうなと思うんですが、下の方に行くと紹介画面で行って、こっちは登録になってるんで、ちょっと矛盾するんじゃないかっていうのが分かります。あと一緒にレビューするためのコツですけども、これなのかな、帳票ののけ漏れをなくすためにはということで、業務要件をもとに施策としては、業務要件をもとに開発すべき帳票が全て洗い出されていることをレビューするっていうんですけども、その根拠となるのは、ここに書いてるんですけど、業務フローズと業務一覧と帳票一覧があって。この3つを突き合わせていく。業務フローでここで出力ってやったらここであるんですね。じゃあ次の業務では同じ業務フローを見て、じゃあこの帳票が出てるかっていうのを見るというふうに、これはまあさっきも言いましたけど、複数成果物、工程成果物を突き合わせてレビューをするというコツです。もうちょっと事例を説明しましょう。これは、開発者向けの設計書の書き方とか内部レビューの仕方です。画面遷移図が分かりづらい設計書。なんかログインした後、ログインしたユーザーの権限によって3パターンの画面があって、でもまた共通画面があって、また分かれる終了の画面が分かれるというようなです。開発者はこれで分かるかもしれないんですけども、レビューしてくれって言われた時によく分からんという話があります。そのロールによってこう分岐したり結合したりするっていうのがやっぱり分かりづらいということなんですけども、まあ改善案としては、ロールごとに一般ユーザー、管理者、サプライヤーごとにもうストレートで分岐ない画面を作っちゃう。でこれとこれとは共通ですよっていうなんか印つけとけばいいんじゃないかなと思う。あまり分岐結合画面遷移でやると分かりづらいっていうね。あとですね、これもそうですね、画面遷移ができましたと、これが過不足でないかっていうのを間違ってない、あるいは間違ってないかっていうのをレビューしてくださいと担当者が上司に言ってきましたと。どうやってレビューしますかと。これも最初の方にちょっと事例、書き方の事例で言っちゃったんですけども、結局この一つの成果物だけじゃわからないんで、このレイアウトだけ図と全部の画面遷移で使う画面のレイアウト図と遷移図とこう突き合わせて、このさっきの登録と参照紹介とが矛盾してるよっていうのを見つけるということです。でもう一つ、データモデルについてレビューの仕方ですね。こういうふうにデータモデルを書きましたと。リアル図かな、これをレビューしてくださいと。まあこれ内部レビュー、まあ、発注者と受注者に書いちゃったんだけどちょっと違うの。まあこの人はまあ ER 図とかそのデータモデルのやり方表記とか抽象化したの分かるんですが、お客様側が特にIT に素人な業務部門の方がですね、多分上質だと分かんないね、このデータモデルなんて。業務部門の方がこのデータモデルを図を見せて分かるかっていうと多分分かんないと思います。じゃあどうしたらいいんだろう。このモデルもあってもいいんですけども、もう一つは実データを当てはめた補足資料をもう一つ作って、それを見てこういう流れでこう処理されるんですねとかいうのを説明すれば、あるいはデータの関係性ですかね、その業務の方が実際の実データなんで分かりやすいんじゃない、理解されるんじゃないかなという事例です。で基本的にはですね、こういうノウハウのコツの集大成で、こういうさっき言った4つ、作業ごととか成熟度ごとに、あと技術分野ごとに書かれています。でも何度も言いますが、どういう場面でもこういうことでは使えるわけではないです。いろんな他にも方法があるかもしれないし、全体をどうするっていう体系的に言ってるわけじゃなくて、部分部分にこういう場合はこうした方がいいよっていうようなコツなんで、それはちょっとご理解いただきたいと思います。あとですね、今度先ほど会社向けですけども、発注者の要求確認法編ということで、これあんまり経理の話なんですけど、会計システムを従業員か他社さんに振り込む処理をやってるんですけども、なんていうかな、銀行の統廃合とか、あるいはその支店の統廃合とか、お客さん先の会社の合併することで口座番号変わることがありますよね。そうすると振込処理従来のやつでうまくいかない場合があるんですけども、その場合は、振込処理自身はこの会社では経理部門がやってるんです。で、組込処理っていうのはそういう、うまくいかなかった時は、財務部門が銀行と連絡してこの口座って支店どこの支店に統合されたんですか、その時のお客さんのこの口座はどこになったんですかって確認してから振り込みし直しをする、それを組戻し処理と呼ぶらしいんですけども、それがですね、実際業務フローを作った時には今手作業でやってるのをこうなってますっていうのを作ったんですが、実際システム化した時にはなぜか組戻し処理っていうのを会社は忘れちゃったんですよね。で、振込処理組み戻し処理っていうのを抜けてるんで、単なる振り込みで正常系の処理ぐらいしかやってなかったで、システム化業務フローにはその抜けたものの成果物としてできているということになってました。で、本番直前テストでこの財務部からこれがないぞって言われて慌てて作っちゃったというトラブルの話なんですが、じゃあどうして抜けたんだろうとヒアリングした時は業務フロー図には書いてました。でもシステム化業務フローにまとめる時にはまるっきり漏れてて、で出来上がったものに対して、書かれてる関係ある経理部門しか読んでレビューしてなかった。これだけをレビューしたから、じゃあどうやったら防げたんでしょうかと。やっぱし現行の業務フローでここで手作業でこの財務部門が組み戻し処理っていうのをやってるよってこの作っちゃって、これはちゃんとできてたんで、それに対してシステム化業務フローで見てこの処理がもう書かれてないじゃんっていうのをドキュメントを成果物を付き合わせることで検出できただろうと。さっき言ったようにこの成果物だけをレビューしても間違いはない、漏れが気づかないんですよ。本来やるべき全体図と今回システム化したやつと比べてどこが足りないんだろう、ちゃんと漏れがなくできてるんかっていうのをチェックできるためにはこういう複数成果物を間の整合性を確認するっていう作業が効果的だっていうことです。じゃあ2つ目のコツです。これはちょっとあまりにもお粗末なんですけども、なんか業務の流れワークフローですって営業部で手続きして承認するんですよというふうに、伝票入力して承認するんですよと説明したんですが、誰が入力して承認するかあんまり説明しませんでしたと。さらには金額によって承認者のレベルも変わりますよとかいうのも非常にちょっと複雑なんですけども、あまり概要が担当の人が会社に説明する時に分かってるだろうと思って、営業部門が入力承認して処理するんだよって簡単に言っちゃったんですよね。分かりましたと言ってレビューもしなかったんですが、出来上がったものは非常にひどくて、入力と承認を同じ人がやるように同一画面でやるようになっちゃう。ちょっとワークフローとしてはありえないやつですけど、なんか失礼なんであったらしいんですけどっていうのと、さっき言った複雑な承認者のレベルっていうのも組み込めてなかったということで、作り直しに近いことになってしまった。なぜかというと、説明はしたんですけども、ちゃんと理解したかっていうのを確認しなかった。こんな概要ざっくりした説明でいいだろうと思ったんですが、そういうことを正確に伝えなかったし、それをさらに承認者という複雑な分岐するっていうのも説明しなかったと。で、全然自分が思ったことで間違いないということで思ってて、それ全然相手側に確認しなかったと。非常にちょっと初心者のワークフローを理解してない初心者だったという例です。じゃあどうしたら防げたかというと、やっぱり業務フローとかをちゃんとさっきのシステムが業務フローと付き合わせてレビューすればよかったんじゃないかなということです。あと、これも画面が実際出来上がったものが違ったっていうことね。これは受発注画面です。で、発注者は、注文入力をするときに同一画面の上の方に入力欄で下の方に注文履歴を見えて、注文履歴を確認しながら入力できるようにしましょう。してくださいと言ったつもりなんですけども、これは発注者はその時の説明が注文履歴を確認しながら注文入力が行えるっていうような説明の仕方したんですよね。そしたら開発者はどんなものを作ってきたかというと、1つの画面でやるという想定だったんですが、2つの画面で注文入力画面と履歴確認画面で2つのウィンドウを開くような画面設計をしてきたということで、これもレビューをちゃんとしてなくて、あとにもう出来上がってテストし終わった後でから問題になったということで、じゃあなぜそういうことが起こったかっていうと、画面レイアウトをこんなふうに設計しますよって説明しなかったんですね。発注者が一つのレイアウトでこんなざっくりポンチ絵を描くとかそうしなかったし、開発者もそれ分かりましたと言って設計のレイアウト図、画面レイアウト図をレビューしなかったということが原因なんですけども、じゃあどうしたら防げたかっていうと、やっぱり業務上重要な画面は確実にこうレビューするためにはやっぱある程度こんな画面にしてくださいっていうのをこう考えをちゃんとポンチみたいので説明するとか、実際の設計レビューの時にそれを確認するっていうプロセスを踏めばよかったということですね。あとこれもまあ常識的におかしい設計って会社だったら思うんですが、本当に実例らしいんでちょっとご紹介しますが、注文したやつを取り消すっていう業務を作りましたと、作ってください、作ろうとしましたと。で発注者は注文履歴から、その該当する注文取り消し画面へ行って実行ボタンを押したらまた一覧に戻るというようなことを考えてましたと。ところがですね、複数選択した時は、なんだっけ、複数選択して複数削除します、取り消しますねって言ってパッと1回で戻るつもりだったのが、実際に会社が作った画面を見ると、複数選択したら、1つ目の取り消し確認画面が出て実行ボタンを押して、でさらに2つ目の取り消し確認画面で実行画面を押すというような、そういうようなちょっともう発注者が思った絵と違う画面線になってしまったと。で、じゃあどうしてそういうことが起きたかっていうと、画面遷移図をレビューしなくてレイアウト図だけでレビューしちゃった。まあドキュメント作ってなかったかもしれないんだけど。ということで、防ぐやり方といえばやっぱし、システム化の業務フローがあって、画面遷移図があって、個々の画面レイアウトって、この3つの成果物をこう付き合わせてレビューすれば漏れとか画面遷移の間違いとかが気づいたんじゃないかと。あと帳票ですね、帳票設計。これはですね、帳票を作ってですね、複数の部門から帳票担当者が、発注側の担当者が、いろんな業務の複数部門、それをやってる複数部門から帳票の要件を聞いてまとめてたんですが、それを作業が遅れてたんで、さみだれ式に開発側に伝えたんですよね。そしたらですね、開発者があれ3つ目ぐらいになった頃、この帳票って最初に依頼して作った帳票とよく似てるんだけど、なんで似たのをまた作るのっていう話になって、開発側からそれを見直すことになりましたと。ね、部門ごとにこういう帳票欲しいと言ってそれやって、全体図っていうのはかけてなくて、つどつど右から左に欲しい帳票の設計情報を流してたということです。でそもそもなぜその帳票が必要かとか、どういう目的で使うかというのが分からずに欲しいままをこう作っちゃったということで、まあ、発注側でそういうこう無駄な業務とか徴収の整理ができてなかったということです。じゃあそれを防ぐやり方っていうのはやっぱりそもそもなぜこのどういう人がどういう目的のためにその徴収を使うんだというのをちゃんと明確にしていくというのと、それらをこう一覧としてまとめて類似なやつ無駄なやつはないかというのことをちゃんと整理すべきだったということですね。はい、あとはですね発注者の窓口の人があんまり現場業務に詳しくなくてこんな帳票でいいでしょと言って作って、もう出来上がってからこう現場の人にこういうシステムでこういう帳票をになりましたっていうのを説明したら、現場の人からこんな帳票を使えませんと、なんか帳票に承認印っていうのは絶対必要で、それがないと有効に使い物にならないっていうことを現場から言われちゃって、急遽設計変更しましたっていう。じゃあこういう現場のニーズがうまく吸い上げられなかったことを防ぐ理由としてはですね、まずなぜそういうことが起きたかっていうと、やっぱり帳票の使用に関して意見を現場に聞いてなかったという、その窓口の人が。というのと、レビューっていうのもやっぱり設計もそうだし、レビューの時にもこういうのを聞いてなかったと。開発者と窓口の人だけでやっちゃったと。ね、防ぐコツとしてはやっぱし、利用シーンが分かる人がこうレビューとか開発のヒアリングに、設計時の要件定義のところに入っていただいて一緒にレビューするというのが必要だったということです。窓口の人と会社だけじゃダメだということです。で、まあこの発注者が気をつけるコツの例をいくつか言いましたけども、特にですね要件定義でこういうことを決めましょうと。いう話、その情報を伝えましょうというコツのこの番号 ID02T001 っていう番号のコツが非常に重要だと思います。そこには、どういうシステムはどういうものだという目的ですね、あるいは業務上のルール、仕事のやり方などを文書にまとめて開発者に具体的に伝えるというような言い切るコツが書かれてますので、それを実際に設計時の要件定義のところに、完了時にそういう情報が揃ってるかっていうのを、気をつけていただきたいと思います。こういう情報が必要ですね。設計外部指標をやるためのその要件定義工程のアウトプットとしてはですね、業務マニュアルとか業務フローとか過去のシステム要件定義書とか過去じゃない現在要件定義書 RFP とかね、あるいは大元にこういうの、あるいはその言葉の定義で業務用語の定義の説明とかで工程設計工程に入るということですけど、ここです。ごめんなさい。ここに情報がどういう情報が出てるかっていうのが書かれてまして。そもそもどういう組織がシステムを使うんですか、その拠点とかそこの役割はどういうものですか、あるいはシステムのイメージがあればそれを具体的に書いてくださいとか、画面なんかは。あとはシステム化対象、業務のうちのどこまでがシステム化対象にしましょうかとか、その業務の流れフローとかプロセスですね。あと重要な日付、さっきご説明例を言いました月末とかいうの定義とか。その会社の業務とかの重要な日付、やり方、ルールとかいうの話、あるいはそのシステム化するための目的、これが一番重要かもしれない。何のためにそのシステムを作るんですか、改修するんですかっていう話が、あるいはどういう効果を脱出必要があるんですかっていうのを書きましょう。あと最後はですね、その業務上の方式とか制度、規制とかですね、いうのがもしあれば、そのちゃんと説明しなきゃダメだということです。このガイドってのはさっき今度見た言い切るこの4つの作業をやるためのコツを言ってます。言い切るとか聞き切る、表にまとめる、矛盾レビューする、発注者と受注者の間で一緒にレビューするというのと、この6つの技術分野が。でこの機能要件の合意形成ガイドはやっぱしコツの集まりなんで体系的じゃないんですけども、まあ皆さんベンダーの方が多いようなんで、社内の開発標準って何かあると思うんで、それを補足するためのコツでやっていただければいいと思っています。その社内教育とコンテンツの社内教育のための素材として使っていただいてもいいです。あるいはそのレビューの仕方も割とこのドキュメント持ってるので、さっき言った複数ドキュメントを付き合わせるとか、関係がある人をちゃんと呼ぶとか、業務に関係あるそういうことをちゃんとコツレビューのやり方のコツとして使っていただければいいかなと思っています。あといろんなその作ったベンダーも含めて業務このガイドラインは社内でいろんな各社で使われています。あとですね、やっぱしこういうふうには問題があったら使っていただければと思います。設計書のレビューの時に指摘がいっぱい基本的なことでありませんかね。でテスト結果の確認とか研修した時に手直し要望がいっぱい、合意形成がちゃんとできてないんじゃないかと、バグっていう以前にそもそも仕様がおかしいんじゃないかと、機能が漏れてるんじゃないかって話とか、やっぱり稼働後カットオーバーのした後にもやっぱしいろいろと機能とかいろいろ要望が上がるっていうのはそういうというこういう現象が起きてる背景には、そもそも要件定義の内容に不足があるんじゃないかとか、理解がされてない、あるいは設計書が分かりにくいとか、設計とレビューとか合意形成承認っていう手続きが形骸化してる。さっきレビューしたんだけどもチェックが機構が働いてなかったと、付き合わせもしてなかった、一つのドキュメントでやったんで誰も間違いに気が付かなかったと、関係者は呼ばなかったんで誰も指摘してくれなかったと、そういうやり方を見直すためのこのガイドとして使っていただければいいんじゃないかなと。270いくつ9でしたっけあるんで、その中から皆さんがこれは使えるぞと思ったものをピックアップして使っていただければいいと思います。全部使えっていうわけじゃないです。でウェブサイトにはありますし、先ほどみたいな DVD ロボにも入ってます。あとですね、ちょっと時間が今日は休憩時間入れて5時半までなんで、もうちょっと5分ほどご参考って、ここが一番大事かもしれないんですけども、もう追加説明させてください。要件定義にこの機能要件の合意形成ガイド、この先ほども言いましたように外部設計工程で使うコツの集めたものですが、その前の工程である要件定義工程のチェックとしても書き方とかやり方のガイドとしても使えるということです。特にその言い切る聞き切るためのコツとして使っていただければいい。ちょっと不世人になっちゃって、ちょっと事務局がパワポで渡したはずなので PDF になってちょっとアニメーションができないんですけども。もともとはここテキストボックスのところは、辞書を開発者に説明するって書かれていました。もともとのガイドはそういう開発者にこういう対策を示してるんですけど、開発者に説明するんじゃなくて、そもそももともと要件定義書にこういうことを書いてあれば説明する必要もないわけですから、ここをちゃんと要件定義書に書いてくださいっていうのが、このガイドをうまく使った要件定義のやり方への応用例です。某ある会社に聞いたら、さっきの一覧にはなかったんですけど、うちの会社ではこのガイドを各工程のチェックリストとして使ってますと言ってました。だからこういうのを用語に書いてる、要件定義書に書いてるかっていうチェックリストにすると。そのためにはもともと要件定義書に書くというようなやり方をプロセスとして組み込んでやらなきゃダメなんですけども。ね、この具体的なやつ、ここに会社に説明するって書いてるのを要件定義書に記載するということで、同じくこれもここもそうですね。振る舞い編の言い切る聞きる、言い切る聞き切るっていうのは要件定義の内容を言い切る、あるいはそれを聞き切るためのコツなんで、これをこの言い切る聞き切るのっていうカテゴリーのコツからこういうふうに要件定義書に記載するっていうふうに技術を変更、自分で解釈し直してご利用いただければ、要件定義工程のチェック、終わった時のチェックリスト、あるいはその書き方の指針、始めるための指針となるような風に応用ができるんじゃないかと思ってます。画面編の言い切る聞き切るためのコツをこう具体的に要件定義項で使うためのこう修正案ですね。はい、外部インターフェース編も基本的には感じです。はい。以上で私のお話は、終わらせていただきます。